チャンネル。ジョこんにちは。さあ夏に近づいてきましたね。そうですね、はい、なんと、はい、今日が多分土曜日のはず、はい、だから、うん、本当だったら昨日東京オリンピック開幕。おお、そんな時期か。なんか1年変わりましたね。本当もうね、こんな年になるって思いました。思わないですよね。7月3日、うん、聖火リレーするはずだったの。そうでしたね、幕張のね、喜んでましたもんね。幻の聖火ランナーになるかもしれない俺、ほんとめっちゃ喜んでたのに。そうです。いや、わかんないですよ。またね、次のオリンピックというか次開催したら、もう来年ね、はい、まあでもここでやる企画は、はい、もしオリンピックがあったなら日本代表はこいつだ。だってまだ代表って選出されてなかったですもんね。そうそうそう、もし、はい、もう開幕して、うん、今東京オリンピックがあったら、はい、今日の丸つけて戦ってるメンバーを今日佐々木が勝手に決めます。お24人ちゃんと、おもうちゃんと選出するんですね。はい、じゃちなみにですね、はい、昨年あったプレミア12のメンバーはこちらです。じゃーん、はい、ね、人数もちょっと違いますね。はい、人数もねちょっと違うんで、はい、でまあここからね、まあ、引かれるっていうのもあるんですけど、オリンピックは24人、はい、ね、24人、北京の時で言うと24人の比率で考えるとピッチャー10人、はい、野手14人で、まあ、基本的には構成されます、はい、でもし、まあ、戦うシステムは分かんないんで、もしねあの 6チームで5試合総当たりになると、はい、やっぱ先発5人は絶対いるんで、はい、だからまあ10人は、はい、ピッチャーはいるかなと、はい、で野手が14人かなと、うん、でなってきた時に、まあ、北京もその比率だったんで、はい、24人、ピッチャー10人、野手14人の比率で考えて今からメンバー選考します。お、え、これ本当にもう今じゃこの時期にオリンピックがあるってなったら選ばれる時期って何月ぐらいなんでしたっけ。まあでも多分1ヶ月前とか、あ、最終、まあいつが最初か分かんないですけども、はい、基本多分6月頭ぐらいじゃないですか。もしあったらね、はい、3月20日から開幕してたら、うん、6月頭ぐらいには決まってたかなと思うところあるんですけど、はい、今はねもう仕方ないんで、そうですね、この開幕して1ヶ月で、だ今日が6月20日なんで、7月20日です、ね、あ、7月、はい、6月20日って開幕時を戻そう。7月20日です。はい、なんで、まあ、この1ヶ月経った中で、はい、もしあったら日の丸をつけて戦う選手は誰かということをもう佐々木が勝手に決めます。はい、コンサルです。はい。じゃあ選んでいきましょう。そうですね、じゃあまず野手から。はい、野手はですね、はい、まあ、こちらがプレミア12の代表メンバーになりますけど、はい、じゃあキャッチャーからいきましょうか。そうですね、選びやすいですね。キャッチャーは3人絶対選ばれるんですよ。はい、それなんでかっていうと2人だったら登録途中からできないんで、1人怪我したらもう1人で戦うしかなくなるんで、はい、もう万が一にその時はやっぱ3人いるんですよね。はい、で絶対こうセッパー分かれるんで、セセパかパパ戦に絶対なるんで、はい、でその中でやっぱりね、ここまであの成績を見てもですね、はい、あのソフトバンクの甲斐は、はい、まあ、あの順当に選ばれるんじゃないのかなと、はい、ここまでね、はい、今年は打撃でも結構頑張ってるんで、うん、あの日曜日現在だとね、打率2割9分7厘ね、おー、打ってますから。インタビュー動画で今年は打率をもっと上げたいって言ってましたからね。そうそうそう、うん、いい形ですね。はい、で、セ・リーグは、はい、からは梅野ですね。お、はい、初の代表、はい、梅野代表メンバー選出されました。勝手ですけど。でもおめでとうみたいな気持ちで最初はね、はい、原口、坂本とか平穏でしたけど、うん、なんと今セ・リーグ5位、3割4分4厘、得点圏内で3割3分3厘、ホームラン2本、打率、残します、はい、おー、いいですね。あと1人、はい、相澤です。おー、そこ来ますか。やっぱり、その、はい、オリンピックっていうのは、はい、まあ、僕も北京出て経験してるから分かるんですけど、うん、その、入れる人数決められるんで、はい、ブルペンとかでもコーチの役割しなきゃいけないんですよ、うん、まあ、僕も北京でブルペン行きましたけど電話取ったりとか、はい、あ、ピッチャー次誰作れよって言って一緒に受けたりとか、うん、で、こうね、はい、頑張ってとかっていうブルペンでコーチの役割も果たさなきゃいけないんで、はい、まあ、そこに経験者とかベテランっていうのは絶対必要不可欠、はい、だった時にプレミア12でも選ばれてる相澤が僕は年齢的にも適任かなっていうところで、はい、ここはやっぱ相澤ですね。さあ、じゃあ続いて、はい、ファースト、はい、ファーストはですね、はい、岡本ですね。おー、岡本選手、まあまあ打ちますもんね。だって岡本はこう、打率3割2分9厘、はい、まあ、試合後にすると3割3分、ホームラン9本、セ・リーグトップですからね、はい、これはもう岡本ですね。もう納得です、
セカンド、はい、浅村。おっ、いや、これはやっぱり浅村、セカンド浅村でしょ、やっぱり。3割3分、得点圏打率4割8分1厘よ。そうですね、ホームラン11本だって35。めちゃくちゃ打ってますから、今。うん、はい、それはセカンド浅村でしょ。そうですね、もう文句なしですよ。で、サード、はい、ドバイシ。おー、これ本当に、ま、今年ね、4割3分4厘、4割出すよ、唯一よ。もうなんならもう5打数4安打みたいな感じですよ。スタメン、はい、これは強いよ。そうですね。で、ショート、ショートはですね、はい、茂木を入れたいなと思ったんですけど、はい、ちょっとやっぱり守備面に不安があるんで、うん、やっぱ打つだけじゃやっぱ難しいんで、守備はね、そんな悪くないですよ。けど、やっぱり複数ポジションと何かあった時のって考えた時に、はい、源田っす。あー、ちょっとどこでもこなせるかなというところ。そうで、足も使えて、途中からもね、はい、スタメンでもできるんで、うん、現在です。はい、ショート、わかりました、はい、レフト、レフト吉田正尚。おお、まあそうですね、3割9厘、はい、ホームラン5本、それはもう吉田でしょ。吉田選手です。はい、センター柳田。おお、いないでしょ、他に。はい、いないです。だって化け物って言ってたじゃないですか。柳田でしょ、センター人間じゃなくなってる。はい、そうですね。でライト、はい、鈴木誠也。はい、いや、もうなんかもうこの辺はもう、ここはもうガチガチですね。はい、そうですね、はい、絶対外れないですね。で、DH、 はい、お待たせしました、はい、ね、誰、村上。おお、若手の村上、やっぱ DH にね、はい、おるみたいですね、はい、はい、これがね、スターティングラインナップですね、守備。はい、あ、でもあれですね、本当にセンパバランスいいですね。でもそんな考えてないですけどね、バランスとか。本当ですか。もう、はい、チームとして構成して、今調子がいい選手とバランスが取れてます。ドバイシも守備結構いいですからね、こっち足も動いてて、はい、難しい球とか取ってて、うん、で、ここからベンチ入りメンバー3人選ばなきゃいけないんで、はい、ベンチ入り1人目、はい、荻野隆、ロッテからプレミア中にロッテ誰もいなかったのに、はい、荻野足も使えるんで、途中からダイソーもいけるし、ガイアドロー守備も守れるし、あのバントとか小技も効くんで、はい、大きいですね。はい、で、次、はい、鈴木大地。おお、やっぱりあれですね、ユーティリティな。そうやっぱりそのベンチは24人しか入れないんで、はい、まあ、どこでも守れる人がいるんで、大地はガイアを守れて、内野もどのポジションもいけるんで、うん、でも好調じゃないですか。打ちますね。でキャプテンシーね、声も出せるし、はい、っていうところで第一ですね。最高、キャプテンやってほしいな。はい、はい、で、もう一人、トロサキス。おお、そうなんだ。トロサキもどこでも守れて足もあるし、はい、うん、っていうところでバックアップもできるんで、うん、だからこれね、よく見てもらうと、岡本、堂林っていうのも、はい、ファースト、サード、外野も守れるんで、何かあった時にその流動性使いやすいですよね、はい、やっぱこのオリンピックっていうのはやっぱ複数ポジションを守れないときついんで、だから宮崎選手とかもね、大山選手とかも候補にはなったんですけど、はい、やっぱり複数ポジションでしっかりっていうところでね、で調子も考えるとこの面だから野手これですね。はい、だから前回から考えたら、前回のプレミア12からで選ばれている選手は相澤海、源田、浅村、殿崎、吉田、鈴木だけです。はい、だから坂本、山田、落選です。うわー、なんか今までのスターがいなくなるんですね。あとマッチ、はい、丸、近藤、はい、シュート、うん、そうですね。で、まあ、小林、小林選手、うんうん、が、あの、で菊池、あ、そうですね、セカンド山田、菊池の、はい、が崩れちゃいます。そうですね。いや、まあでもこれもう今の今日は、ね、今日試合ですか。はい、このメンバーいきましょう。いいですね、打ちますね。いいでしょ、絶対打ちますね。あ、もう打ち勝つっていうね、うん、はい、で、まあ、守備もそんな悪くないと思う。いや、そう思います、はい、はい、いいメンバーですね。で、続いて、はい、ピッチャー、はい、10人、はい、選抜候補、はい、山本由伸。はい、なんか俺が発表してるみたいな。本当に選んでみたいですね。だからこれね、はい、皆さんの今もし今日あったら誰を選ぶかコメント欄書いてほしいですね。一緒に、自分が監督だったら、はい、で、皆さんの意見も聞きたいですね、うん、だってこれ別にあのパラレルワールドだから、はい、妄想だから。そうですね、はい、実際行われてないですから。僕がね、はい、ジャパンの監督でこんなことやってたら、はい、もう大バカ野郎だけど。妄想ですからね。そう、はい、だから皆さんのね、書いてるの、はい、みんなで楽しみますよ。そうですね、みんなが思う、だ僕はこうですけど、うん、皆さんが思うその24人のメンバーと守備位置、はい、ポジションも考えて、で、
出していきますよ。そうです。でこの14人10人の役割とキャッチャー3人を固定して、はい、その中で考えて、はい、みんなでやっていってね、楽しみましょう。あ、この選手もいいなってなりますもんね。そう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 、これはもうだって好みですから、はい、何回も言ってますけど。確かに、はい、このチャンネルではね、もうキーワードですからね、はい、好みがね、好み、はい。でまあ、先発は山本由伸ですね、はい、先発は大体5人ですか。ああ先発5人、中継ぎ5人ですね、はい、大体チーム5試合戦うとしたら5人の先発いて、で、まあ、5人の、まあ、中継ぎ陣、はい、で、なかった時の先発ローム的なのを入れていきたいんで、うん、次が、はい、平、あ、 DeNA の DeNA だったら僕で 1.45 ですからね、うん、しかもコントロールもいいし、なんて言ってもフォアボールも少ないしね、はい、四球率っていうのはね、うんうん、で本塁打も1本しか打たれてないし、これはもう順当でしょ。そうですね。でしかもね、国際大会ちょっとねサイド気味っていうのはね、うん、使いやすいですから。はい、で続いて、則本、お入った。だって防御率 1.93 ですから、ね、はい、いや今年やっぱ調子いいですよ。調子いい。この間ねちょっとなんか体重乗り悪くてちょっと疲れあるのかなと思う感じでしたけど、はい、それは則本ですね。はい、で続いて菅野、持ちましたね。やっぱ菅野はね、ココイチっていうね、大舞台が一気に引き上げてくるんで、やっぱりね、はい、強いんでね、やっぱ菅野ですね。はい、で続いて青柳。おお、阪神ダメです。青柳もめっちゃいいですよ。ココイチ 1.50 ですから。しかもこの前もね、こうシュート系この最高っすよ。はい、でクイックもできてるしね、サイドスロー気味で国際大会ね、はい、いいです。だから左投手がいないんですけど。いや、そう全右なんですよ。それ関係ないんですか。もう関係ない。もうそんなもうあの無理に左入れるぐらいだったら、はい、いい右だけでいい。あー、そう、もうなんかそういう感じなんですね。はい、わかりました。なんか左一人ぐらいとかちょっと思っちゃいますよね。うん、入れないですもん。はい、わかりました。はい、青柳投手ですね。で、まあここから中継ぎ、はい、一人目はですね、はい、中川です、ね、巨人の。あ、なるほど。やっぱここで左をね、はい、中継ぎはやっぱ左、はい、あともう一人左が、はい、福、中日、おお、福投手いい形で投げれてるんで、うんうん、やっぱ左はね、ちょっと中継ぎは2枚、はい、置いときたいっていうね。守護神はですね、はい、森原。お、来た。今年から守護神になりましたけど、いいですよね。いい、ストレートも伸びがあって、今年全体的に12球団ね、ちょっと守護神が苦労してるっていうところもあって、はい、その中でね、ここまでの頑張りでね、はい、森原の守護神はね、抑えときたいなっていう。はい、で、あの、森原が何かあった時のために、森です。はい、お、抑えを2人。あ、ね、森はね、もともと長継ぎもやってたんで、はい、だからまあ、あの、長継ぎも含めて、森、ソフトバンク。はい、ここでね、うん、あの、まあ、万が一森原の調子が上がらなかったら守りを抑えてもいいし、はい、まあ、森はね、中継ぎもともとやってるんで、うんうん、森でもいいし。いや、なんかがっちりですね、うん、はい、あと1人、あと1人はですね、誰入るんだろう。ドゥルーじゃんじゃん、西です。西ですよ、阪神の。はい、これはもうユーティリティでどこでも使うっていう。あ、先発じゃなくて中継ぎに入れとこうっていう。あ、で先発もできるし、であと青柳と平をもう中継ぎに回してもいいんで、はい、あ、なるほど。で西先発でもいいん で、はい、でここら辺をちょっと流動的に。あ、なしかもなんかもし先発がガタガタっていった時にロングもういるんで、ね、はいはい、あ、なるほど、いいです。だからこう西、青柳、平をこの流動的に前と後ろを入れ替えながら、はい、うん、はい、あ、しかもまたセパのバランスがちょうどいいですね。いいですか。いいです。何も考えてないですよ、ね、半々ぐらいじゃないですか。そうなんですか。はい、え、いいと思います。ちょっと数えてないですけど、これはね、ジャパンです。オリンピックジャパン、はい、え、ピッチャーはどうですか、去年と。だピッチャーで言うと、だから岸、山岡、大竹、山口、山崎、浅明、甲斐野、今永、大野、高橋で入ってない。で入ってない。で入ってるのが山本、中川だけですね。で加山、田口が入ってないんで全然違いますね。はい、おお、いや1年でこんだけ変わるんですね。まあこれはまあ仕方ないですね。うんうんうん、まあ、変わるって言って別にパラレルですけど、はい、はい、いやでもいいんじゃないですか、これで行きたいですね、はい、どうですかね。どうでしょうね。これがジャパンです。はい、はい、いや楽しいですねこれ。でもまあでも打順決めましょうか。あ、打順まで行っちゃいますか。はい、はい、1番センター柳田。もう柳田問題ちゃんと言っとかないと突っ込まれますからね。柳田ですね。ああ、柳田です、はい、2番、2番サード堂林。おー、3番ファースト村上。はい、4番ライト鈴木誠也。おー、鈴木選手が4番か。はい、5番セカンド浅村、うんうんうん、6番ファースト岡本。
7番レフト吉田正尚、8番キャッチャー甲斐がスタメンですか、はい、選手が、はい、9番ショート源田、これです、はい、キャッチャーはその時に、まあ、ピッチャーとの兼ね合いで梅野、相澤も、青柳西とかも入ってるんで、はい、梅野がその時に行くのもいいし、相澤菅野とかね、だからここら辺はちょっと甲斐と梅野と相澤は先発ピッチャーによって変えていきます。はい、はい、いやーなんかもう1番から打ちそうですね。いやもう打ちますよ、はい、打ち勝って、めちゃくちゃ打ちそう、うん、でもピッチャーもいいですからね。でも終盤来たら、うん、あの荻野殿崎の足を絡みながら、はい、でそこから守備固め、はい、ああいいですね、うん、なんか見たいな本当にこれで。いいでしょ、見たいです、試合、うわー、なんか寂しいな皆さんのね、はい、ジャパンも決めてください。はい、考えてみてください。